それではインテグラタイプ R 試乗インプレッションいってみたいと思います。 DC5 の後期モデルになりますね。テインの車高調が入ってるぐらいで、それ以外は特に変わっていない感じです。なんでまあ本当ライトチューンですね。でこのテインの車高調乗り心地はノーマルとさほど変わらないですかね。そんなに硬くないです。走行距離がですね、12万9000キロですね。まあまあ走ってきた DC5 ですけども、特に今乗っていて室内に入ってくるような異音とかはないですね。ブレーキのタッチも特に問題ない感じ。で、EDFC の、コントローラーがついてますね。クラッチのつながりは全然違和感ない感じですね。ミッションもすこすこと入ります。車高調入ってね、車高落としてるのもあってステアリングはちょっと重めです ね、まあ、ね FF 車は車高落としていくと結構ハンドルが重くなってきます。けれども、涼しい風も出てきていますので、まあ、電装関連なんかもね、特に現状不具合出ているところはなさそうですね。で、ナビついてるんですけども、結構古いナビなので、まあ、これなんかはね、新しいモデルに変えてあげるといいかなという気がしますね。12万キロ、走ってきてますけど、室内も結構綺麗です。DC5 かなと思います。以上です。